西日本の空や海をイメージした外観のウエストエクスプレス銀河です。その名前は魅力ある地域と乗客を結びつけてほしいという願いから付けられました。鉄道の旅をゆったりと楽しんでほしい。車内には様々な工夫が見られます。家族の憩いの場になればと、このようなフルフラットのスペースも用意されています。キーワードは多様性。車椅子に対応した座席や女性専用車両では席をジグザグに配置し、周りに気を使わないよう配慮した作りに。また全ての座席間隔を30センチほど広げ、よりリラックスした空間にしました。簡易ベッドのように変わる座席もあって、気軽に寝台列車気分を味わうことができます。カジュアルに楽しんでいただきたいということでございます。ゆったりとした列車の旅というのを楽しんでいただいて、別の列車の旅の魅力を、知っていただけたらなと思っております。岡山県では備中高橋駅に停車する新たな特急銀河、京都出雲間から運行が始まります。ウエストエクスプレス銀河は普通車からゆとりある旅が楽しめる個室まで幅広い客層に対応する車両を備えた観光列車です。当初は2020年5月に運行を開始する予定でしたが、新型コロナの影響で4ヶ月遅れの走り初めとなりました。駅舎では高橋市の伝統芸能備中神楽が披露され、乗客は旅情を楽しんでいました。様々な地域を星に見立てて、その星と星とをですね、結びつける、それぞれの地域が星としてさらに輝きを増すように私ども貢献してまいりたいと。ウエストエクスプレス銀河は11月の終わりまで京都島根間を週2往復しました。